はい、深い深い深川です。はい、ということで、まあ今日は、まあ、タイトルにもある通り、まあ韓国で、交通事故にあったというお話です。ミョンドンってとこからカンナムで、まあ、タクシーで帰ってた時に、で一般の乗用車に、まあ、追突みたいな感じでぶつかられて事故ったっていう感じですね。そんな頭してるんですけど全く怪我とかありません。サムネ見て心配してくれた方すいません。はい、で交通事故あった時ちょうど一緒に加納さんと加納さんの知り合いの方もいて、お二方が一緒にいたんでかなり安心しました。まあ、その時の動画がこんな感じです。でまあ、こんな感じで事故ったということをインスタグラムで言ったら、結構韓国あるあるみたいな感じで皆さんおっしゃってくれて、やっぱ本当日本と比べると韓国とかかなり荒いんで、本当に皆さん気をつけてください。ということで今回の事故のことはここまでで、ちょっと今から韓国料理爆食いするんで最後まで見てください。あ、どうも深川です。はい、こんな感じでチキンと、なんだっけこれ、コムタンラーメンと、まあ、普通に日本でも売ってる辛ラーメンと、あとチルソンサイダーと、あと冷蔵庫にミスルもあるんでちょっと準備していきます。すいません、別にふざけてるとかじゃなくて、やっぱサムネ撮ろうと思ってこれに着替えました。着替えた、到着しました。はい、ということでさすがにこのままだと食べれないんで、これで食べるのもいいけど、ちょっとさすがにやばいんで、これ食べます。ってことで、チャルマックスメンが、韓国めっちゃ寒いと思ってめっちゃ来てきたんですけど、めちゃくちゃ暑いです。正直日本よりちょっと暑いぐらいかなって感じはしますね。じゃーん。チルソンサイダー、まあ、何回か飲んだことあるんですけど、間違いなく日本の三ツ矢サイダーとかの方が、はい、美味しいと思います。はい、で今日もまあ何個か喋ることは用意してきました。ではまず食べていきたいと思います。ヤンニョムチキン、うん、うますぎる。ケンタッキーには悪いんですけど、ケンタッキーより全然美味しいですね。マッシュルーム、大根も、これはジャガイモの揚げたやつかな。読めないんですけど、牛の骨か豚の骨で作ったラーメン、いただきます。これは美味しいけど日本のラーメンの味に似てる気がしますね。はい、韓国のVlog で、カノさんと行ったカフェに AXO のセフンさんがいたっていう話したじゃないですか。で、その話したらコメント欄でも DM でも
どこですかっていうコメントが殺到してびっくりしましたね。そんな有名な方と一緒の空間にいたっていうことは、ちょっと僕そんなすごい人とは存じてなかったんでびっくりしました。うまっ。で、このカフェどこですかっていうコメントめっちゃ来たんですけど、それ教えるのはなんかちょっと、もしセフンさんが行きつけだったらいいかなと思ったんで、それはちょっとまあ教えれないんですけど、前回の動画でちょろっと店の風景とか出してるんで、頑張ってそこから探してください。あっ、そのカフェの場所だけ言うと、カンナムってところのアクションっていうところらしいです。自分もよく知らずについていった感じなんで、まあ、場所はその辺らしいです。なんでそこから頑張って探してください。うん、まナイス吸引。餅が揚げてありますね。これも美味しい。めっちゃミスるの、うん、まあ、まあ、チャミスルは日本でもよく飲むんで、味はあんまり変わんないですかね。まあ、冒頭でタクシーの話したと思うんですけど、本当にタクシーは韓国3回目なんですけど、年々日本人がタクシー捕まえるのかなり難しくなってる気がしますね。ナイス吸引。数年前行った時はオレンジのタクシーに乗ればぼったくられないし上に乗れるっていう感じだったんですけど、今回はオレンジのタクシーでも捕まえて帰ろうとして、でどこ行くって言われた時に地図見せたり、英語でカンナムステーションとか言うと運転席からチッシッみたいな感じで言われて降りろっていうアクションされますね。日本人の方でそんな僕みたいに行き当たりばったりで乗るとかじゃなくて、しっかり予約して乗りたい方はカカオタクシーっていうやつに乗るのをおすすめしますね。日本語訳でもうちの予約できますし、割とすぐ来るんで、それはとてもおすすめです。ナイス吸引。海外行くたびに思うんですけど、日本、ワコンとか言われてると思うんですけど、やっぱ日本が一番じゃないかなってめっちゃ思いますね。韓国かなり気合いい方なんですけど、ポイ捨てとか路上喫煙当たり前だし、週末の朝とか路上が汚すぎてひどいですね。それが渋谷とか歌舞伎町とか繁華街だけならいいんですけど、そこら中汚いですね。人とかも韓国のコンビニ行けば一発で分かるんですけど、基本的にいらっしゃいませとかも言わないし、レジにお客さんが持って行った時だけ立って接客するみたいな。日本の接客が普通っていう感じで行くといい気持ちはしませんよ。でまあそれが海外だなっていう感じで、まあ異文化を体で感じることができるんで、僕は好きなんですけど。辛ラーメン、ナイス吸引。うまい。僕で食べる辛ラーメンうまい、まあ、これ言ったら韓国人の方に怒られるかもしれないですけど、人の温かさもね、間違いなく日本が温かいと思います。僕で住んでるトッポギ侍さんとかに聞いても、日本人と思っちゃダメですよって、日本人はやっぱ相当優しいんでって、お二方も言ってて、日本って相当いい国なんだなって、ね、しみじみ思いました。辛ラーメン一口食べただけで汗が、
韓国行くならなんかミョンドンみたいな風潮あると思うんですけど、どの韓国人に住まれてるリスナーさんとかも全員ミョンドンは韓国じゃないみたいな感じで、観光地だけど観光地っぽいところはないというか、観光客がいるから観光スポットになってるだけで、まあ物価も高いし行くのはお勧めしないって皆さんおっしゃいますね。まあ、その通り現地のソウルの韓国人は店員さんぐらいしかいないっておっしゃってたんで、今回ミョンドンに行っても、まあ、確かにいろんな国の外人が歩いてるだけだなっていう感じはありましたね。まあそれを感じるために行くのは全然ありだとは思いますけど、全然カンナムとか本でイテウォン他の方が人は韓国を感じることはできると思います。ナイス吸引。最高。汗やばい。幸せすぎる。やばい、もう話そうと思ってた韓国トークがもう底をつきました。アドリブで話せるコミュ力は僕にはありません。正直このチルソンサイダーは美味しくないですけど、韓国のコンビニとかにあるなんかカップの画像を出すんですけど、このバナナミルクがいつ飲んでも美味しいですね。しかもサイズもちょうどいいんですよ。コンビニに買ってサクッと飲むサイズでめちゃくちゃおすすめです。韓国に住みながら発信するのっていいなと思って、僕が再就職するまで 1,2 ヶ月ぐらい韓国に住もうかなとか思ったりしたんですけど、どう思いますか？韓国来て日本人の多さとかリスナーさんとかの韓国在住の方が多くて結構需要がありそうだなって思ったんですけど、どうですかね。皆さんがそれで見たいっておっしゃるなら全然韓国住むのありかなって思いました。 KETA っていう韓国版のビザがあるんですけど、まあ、韓国旅行する人はみんな登録しなきゃいけないんですけど、それさえあれば3ヶ月間ぐらいは普通に韓国にいていいらしいんで、全然ありかなって思いました。皆さんのご意見コメント欄に書いてもらえると助かります。絶対にコロナの規制がなくなってみんな最初に行ける国ってやっぱアジアで、しかも近い韓国だと思うんで、食べ物も美味しいし、日本にいても韓国にいても一人なのは変わらないんで、今ちょっといい感じな女性と、まあいい感じって僕は思ってるだけなんですけど、まあ、その女性あの不満者にも、はい、ご飯2合とラーメン2つと2分の1は食べ終わったんですけど、ちょっともう食えないですね。はい、今日の夜にでも韓国のテレビ見ながらつまみにしながらお酒飲みたいと思いますって言いたいところなんですけど、はい、皆さん気づいてましたか？ここ韓国じゃなくて僕の家です。ということで、皆さん騙してすいません。皆さん、騙されてたでしょ。はい。ということで、韓国モッパンをただ東京で食べてみたっていう動画でした。はい。ありがとうございます。